んですから、まあ、回も早いですし、いけるんなら行けてもしゃいんじゃないですかね。はい、はい、ランナースタートしている。空振り三振でセカンドはセーフです。空振り三振、しかしセカンド塩見は盗塁成功。巨人対東京ヤクルトの19回戦、今プレーボールがかかりました。メルセデス初球から塩見が打っていきました。1、2塁間破ってライト前ヒット。1番の塩見から始まるという高打順です。塩見の打球はライト、ハイネマン下がってライト下がってバックして、どうだ、フェンスに当たった。塩見は2塁を蹴って3塁に行きます。今シーズン7本目のスリーベースヒットを放ちました。得点圏打率も3割2分9厘という塩見です。ここも右、ハイネマンが下がってどうだ、入るか、入りました。昨日の満塁ホームランに続き2試合連続ホームランになりました。今度はスリーランホームラン、今日3安打猛打賞、シングルヒット、スリーベース、そしてホームラン、サイクルヒットにも王手をかけています。今シーズンは8月25日 DeNA の牧がサイクルヒットを達成しています。打ちました、おっとどうだ、来季はフェアだった、さあツーベース、2塁に到達しました。サイクルヒット達成、塩見史上72人目のサイクルヒット達成です。セリーグでは過去38人41度目、史上71人目、76度目のサイクルヒット達成です。怪我から復帰してマウンドにも登っているというところですが、打球は伸びていくか、フェンスに直撃、打った青木は一塁を蹴って二塁に悠々到達。ベテラン青木もタイムリー、これで11点目、12点目が入ります。さらに点差を広げました。青木の左中間へのタイムリーツーベース。まあ、ヤクルトに関して言うとね、勝率があまり良くない今日ジャイアンツに対して、どう青木の打球はセンターに届いた、青木のホームランが飛び出しました。青木にとってはおよそ3ヶ月ぶりのホームランということになりました。1番の丸、セカンド、ここは山田が回り込んでセカンドゴロでツーアウトです。石川はこれが65球目、インコース、おっとこのボールをうまくさばいて一塁に送りました。セカンドの山田、この辺りの守りもバックアップします。非常にね、判断が難しい、ね、打球だったと思いますけども、ね、やっぱりね、ピッチャーがリズムよく投げてるとね、まあ、こういったいいプレーもね、出てきますよね。4回までを投げて球数68球というところ、さあこの回先頭山田、初球を捉えてレフトスタンド上段まで持っていきました。追加点スワローズ、次の1点を山田のバットで取りました。このインコースのボールをレフト前に運んでいきました。い
山田のバッティング、今日これで3安打猛打賞。かなりインコースのボールでしたけども、うまくさばきましたね、4番との村上との勝負。この当たりが捉えたか、ライト方向伸びる、入りました。一発でゲームが動いた。4番の村上、特大のツーランホームラン。そうすると今度はこの村上です。この当たりはどうだ、文句なしか、文句なしです。ファンの皆さんも微動だにしません。今シーズンの第4号ツーランホームランで先制であります。その村上、さあどうだ、ライト松原見送った。10試合ぶりの第25号ホームランが出ました。フルカウントからフォークボールですか。フォークボールですね、少し泳いだんですけどもね、しっかりこう体が残ってましたから、最後にこうヘッドでうまく拾えたと言いましょうかね。しかしあの感じでよくここまで飛びますよね。レフトへの当たり、どうだ、7本目のホームラン。村上今日2本目、そして岡本を捉える今シーズンの第26号。村上1試合2ホーマー。速い、お手元になった。一塁へヘッドスライディングはセーフだ。ここはセーフになりました。ランナーが帰ってきました。村上がヘッドスライディングですね。この試合を勝つぞ、取りに行くぞっていうその気持ちの表れが前面に見えてる試合ですね。スワローズ打線が捉えて、川端も初球からでしたね。